はい、今回はね、こちらの、ガイアさんの、で、まあ、今度出るという形でね、この、まあ、プレミアムメッキシルバーという塗料ですね、これの、まあ、モニターでいただきましたので、これを早速、どんな感じなのか気になるんでね、試してみたいと思います。で、一応まあこれをね、単に塗って試すだけだと面白くないんで、あの一応従来今売ってるもので試せる、まあ、メッキ塗料ですね、こちらの、まあ、クリオスさんのメッキ、シルバーネクストと、こちらの、ですね、何でしたっけ、何でしたっけ、アルティメットミラークロームエアーブラシなんちゃらという、まあ、ちょっと大層な名前ですけど、この塗料の、3種類を、まあ、実際こう塗装して、まあ、どんな感じかというのを、見てみたいと思います。はい、で今回はこういう形で、あの塗装用のね、まあ、ピース用意して、一応まあツヤありの黒を塗って、一旦、まあ、軽くですけどね、コンパウンドに磨いたっていうのをこう今用意してありますんで、これをちょっと使って、じゃあ実際、これから塗装をしてみたいと思います。はい、じゃあね、いよいよ、塗装してみたいと思います。まずこちらのね、メキシルバーですけれども、よくこれ、まあ、かき混ぜる必要があるんでね、あの、まあ、手でかき混ぜてもいいんですけど、まあ、こういう、まあ、攪拌用の玉がありますんでね、これを入れて、ちょっと攪拌して、あの実際に拭いてみたいと思います。よいしょ、2つぐらいね、入れておけばいいかなと思いますもんね。よし、あ、やっぱり量が入っていて結構ね、あれなんで、一応これね、まあ、よく言うラッカー系、まあ、溶剤系アクリルの形の、まあ、メッキシルバーということで、まあ、期待されてるんですね。で、よくあるこのクリオスさんのメッキシルバーっていうのは、まあ、どちらかというとこれアルコール系の塗料になりますんで、まあ、その違いっていうのはどんな感じで出るのかなという形、まあ、非常に楽しみですね。はい、じゃあついに試してみたいと思います。よいしょ、もうこれエアブラシ拭けるように、あのもう希釈済みなのでね、これをもう直接、ああもったいない入れて、拭くという形ですね。で、エア圧は、かなり低めにして、拭いていただければと思いますのでね。よし、はい、そしたら早速拭いてみたいと思います。こちらの方ですね、気持ち、離し気味にふわっとこう乗せる感じで、あのメッキシルバーっていうのは塗装します。で、まあ、さっとこう、まあ、今簡単に1回拭いただけですけれども、で乾きが基本早いんで、あのこれまあ何度も何度も重ねていくんですけれども、まあ、ちょっと一呼吸置いて、もう一回、じゃあ、ね、ちょっと早いかもしれませんけど、だいたい3回ぐらい重ねると、あのいい感じで、あの光ってくると思いますのでね、まあ、今はこういう感じ、だいぶちょっと鈍い、まあ、メッキというか、あの金属をちょっとね、磨いたような光沢感が、感じられますね。じゃあもう一回同じように、上からね、ふわっとのせていきましょう。まあ、これ拭き方によってもね、このメッキ感変わるんで、今ちょっと私の塗り方が正しいかどうかちょっと分かりませんけどね、これ今軽く3回目乗せた状態、まあ、かなり、まあ、メッキ調って言えばメッキ調、まあ、まあ確かにクロームな輝きですよね。じゃあちょっと最後もう一回、もうちょっと塗料を足して、せっかくに4回目を拭いてどうなるか、ああ、また垂れた。もったいね。じゃあ、ね、行きましょう。ちょっと乗せすぎかな？はい。まあ今塗りっぱなしだとこんな感じですね。これ乾くと、ピシッとね、色が出るかなと思いますんで、これがじゃあ、この新しい、メッキ塗料の、サンプルですね。じゃあ次、じゃあ残り2つね、パパッとやってみましょう。一応きれいにね、一応洗浄して、
次をね用意すると、まあ多分ちょっとこの辺カットすると思いますけれども、はい、じゃあ次は、最もね入手性が高い、クリオスさんのメッキシルバーネクストをやっていただきます。これは以前ね私の方でこれもまあレビュー動画上げさせてもらいましたけれども、まあ、あの時はちょっと一発塗りで終わらせてたんで、まあ、今回は同じように同じ条件でね3回ないし4回重ねで、見たいと思います。これももう希釈済みの塗料なんでね一切いじる必要はありませんのでね、じゃあこちらのカラーピースに同じように乗せてみたいと思います。これも一発目でこんな感じですね。まあねこれすぐ乾くといってもどれぐらい置けばいいのかなかなか判断が難しい。本来は多分1分ぐらい待った方がいいのかなと思うんですけどね、まあ、なんせ今ちょっと動画通りながらでちょっと慌ててやってるんでちょっとあんまり時間は置きませんけど、これが今2回目、どうでしょう、わかりますかね感じが、あまり違いがわからない。じゃあね3回目もう一回ふわっと乗せていきます。だいぶいい感じの、光沢感が、出てきたかなと。まあ、これもやっぱりね、まだ今濡れ状態って言って、まだ完全に乾いた状態ではないので、また光沢感少し変わるかと思うんですけれども、まあ、これやっぱり悪くないですよね、この光沢感。じゃあラスト、拭いてみましょう。はい、これがメッキシルバーネクストの、まあ、塗りたての状態という形になりますね。さあ、最後に、アルティメットのねクロームをじゃちょっと試してみたいと思います。まあ、このクローム今でも売ってるんですけどね、ちょっと販売店舗が少ないんで、なかなかねお目にかかった方は少ないかもしれませんけれども、メッキシルバーネクストが出る前、まあ、メッキシルバーが廃盤になってね、メッキシルバーネクストの間に、まあ、数年間の空白があったんですけれど、まあ、その空白を、まあ、埋めるような形で、まあ、この舶来の塗料が日本に入ってきたという形でね、メッキシルバーネクストが出るまでは、貴重な、メッキ塗料として、役立ってくれた塗料ですね、こちらね。はい。じゃあ、これもよく振って、これはもう最初からこう玉が入ってるんでね。よし。はい、じゃあ、いきます。ボトルなんで、これは注いだりするのは入れやすいですね。では、1回目やってみましょう。これも弱めで、こうね、乗せていくと。これね、これの特徴、一発目でもこういう風に、ピシッとこうね、メッキ状になってくるんですね。で、基本的にこの塗料はね、一発決めで良かったような気がするんですけど、久しぶりに使ったんで、一発決めで良かったか、二発決めで良かったか、ちょっと覚えてないんですけど、これも比較的乾くの早いんで、この状態でもう一回じゃあ、一応念のため2発目入れてみましょう。これね、スーッと軽く乗せてると急にね、キラッとくるんですよ、この塗料。銅です。ギラギラ。これ多分2回でもいいかな。3回目いらないですよね、これ。もう同じ条件でって言ったんで3回やらないと不公平かな。これでも3回やると曇っちゃいそうな気がするんですよね。
どうしようかな。一応まあ同じ条件でっていうことなんで、ちょっと3回目。遠目からふわっとね、乗せていく。ここがいい感じかもしれない。こんな感じ。これがアルティメット、今3回塗った、ね、状態という形です。さあ、じゃあちょっと実際に、並べて、比べてみたいと思いますのでね。高い塗料なんでね、一滴たりともこうね、無駄にしない。塗料の一滴は血の一滴ってね、モデラーにとっては非常に大事な一滴になる。はい、そういうわけでね、今、この3つ、塗装してまいりました。こちらが今回のガイアさんの、メキシルバー。で、真ん中が、メキシルバーネクスト。で、一番右端が、アルティメットという形ですね。ちょっと一個ずつ見てみましょうか。メッキというか、まあ、ちょっとクローム、なんて言えばいいんでしょうね。まあ、これはこれで、やっぱりいい感じに光ってますね。はい。そして、次に青。こちらの、ネクスト。まあ、一番まあ、使ってるんで、使い慣れてる色ではあって、まあ、普通って言っちゃ変ですけど、これもこれで、いい感じかな。で、最後にこのアルティメットですけど、一番光沢感はアルティメットが強いかな。かなりキメの細かさっていうか、ね、ありますんでね。ただ本当これ三者三様というか、こういう形でね、同じメッキ調塗料なんですけど、微妙に発色の違いがあるかなと。まあ、ちょっと若干ね、今回、私の塗り方、重ねの塗り方がね、ちょっと早すぎたっていう面もあるかもしれませんので、実際もうちょっとね、違う結果が本来は出るのかもしれませんけれども、まあ、一応、まあ、参考にっていうか、まあ、これはこれ、ね、ガヤさんのこのメッキシルバーも、いい感じかなと思いますんで、正式発売が、まあ、今から、待ち遠しいという形になりますね。はい。まあ、簡単ですけど、今回、こういう形でせっかくね、ガヤさんの、まあ、商品買ったらついてきたんで、レビューという形で、やらさせていただきました。まあ、少しでも参考になれば幸いです。はい、またじゃあね、次の動画でまたよろしくお願いいたします。